place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll... 皆さんこんにちは、北野山伏です。今日はですね、大雪山国立公園にある然別湖に来てます。まあその然別湖の周りには、まあ、山がたくさんあるんですけど、今回はまあ回れるだけ一日で回ってみようっていうようなまあ感じで回ってきたいと思います。で今ですね、まあちゃんとした駐車場ではないんですけど、西ヌプカウシヌプリというところの登山校の目の前まで来てます。まあちょっと言いにくい名前なんですけど、まあアイヌ語で多分そういう意味なんでしょう。で東ヌプカウシヌプリっていうところもあって、まあ時間があればまあそっちも行きたいなと思ってます。登り始めてまあ5分ぐらいも経ってないんですけど、本当になんかつばくろ岳みたいな感じで、急に結構急な登りがずっと続いてて、だいぶ息上がりますね。だいぶ急っすよこれ。結構登ってきました。登って15分ぐらいですかね。うん、結構きつくて、休憩しながらじゃないと結構体力持たれますね。後ろはね、十勝平野がくっきり見えてね、最高の景色なんですね。ずっとね、やぶこぎみたいな、まあ鯉ではないんですけど、まあ白樺とやぶがこう合わさったような草原が急斜面にこうそびえ立ってて、ずっと景色あんま変わんないんで、結構折れちゃうところかなと思います。なんかね、よくねあるあるなんですけど、山と天気、山天気クラスみたいな、なんかありますよね。天気の山見るやつ、天気の情報見る、なんかあれ今日 C だったんですよね。昨日までは A だって、快晴だったのに、朝はね、ここ山来るまで2時間半かかるんですけど、1時間経ってから C になっちゃってて、でやばいねこれと思って、もう帰ろうかなって思うんですよね、いつも。まあでもね、晴れるなってなんか直感的に思ったんで、まあ実際晴れてるんですけど、なんかちょっと風も強くなってきて怪しいんですけどね今。まあ登れるだけ他の山を登ろうかなって思ってるんですけど、そうなんですよね。だから後悔しますよね、やっぱあれで雨だと思って撤退したら晴れてたみたいな。いやあれあれなんですよね。でも自分にとってその1日って結構大きいもので、やっぱり土日しか絶対行けないんで、そう考えるとその1日を逃すっていうのは結構大きくて、まあ、特に週1回登校しようっていうような風に、まあ、思ってるんで、そういう意味ではやっぱり全く取れないっていうのは結構ね痛手なんですよね。ようやくなんかなだらかなとこに来て、なんか展望もよく良いとこに来たんですよね。結構綺麗ですねここ、ザーッと。あともう少しかなって感じですね。うん、まあこれぐらいの山だったら、まあこれ以外も山登れるかなって感じですけどね。でもちょっとね、雲が今
出てきて、ちょっと怪しいんで、ちょっと様子見つつ登っていかないと危ないかなと。ここの稜線すごい燕岳似てるなと思って、最後ね燕岳あの9合目8合目ぐらいかな、最後らへんになるとこんな稜線出てきませんか。でなんか左側に山荘が見えてきて、なんかなんすか、東右側に白い燕岳の山頂が見えてくる、あのなんか雰囲気すっげー似てますねこれ。なんていうのか、ここにあればみたいな。平らっぽいとこ来ましたね。なんか山頂かなと思ったんですけど、うん、まだ奥にあるみたいですね。今ね、1251m 西ヌプカウシヌプリやってきました。ちょっとね、あのあんまり景色が、まあ、南アルプスほどではないけど、こう景色は全くなくて、なんか思ったより疲れましたね今日。うん、やっとね頂上に来て、こうなんか然別湖綺麗に見えてますね。いや達成感あるんですけど、ちょっと退屈な登山道でしたねこれは。なんか他にオアカン岳ってのが道東にあるんですけど、結構似てますね。こう景色あんまなくて、初め一気にこう上がってって、で頂上かなと思った平らな ところがあったとしても、また奥にあって、こうで奥に低山がこう一回下って低山があるっていう、そんな山でしたね。うん、まあちょっと東行こうかな今日はって感じですけど、まあそんな感じですね。